じゃない。おずるいってそれ。よしパース。あはは、うふふ、あはは、はこの印のバッテリーさ。あ、もらってくれなかったみたいな。あ、最高です、ご褒美です。ん、どういうこと、どういうこと、どういうこと。バンガさんがチリとかしたんだけど一瞬で。いや、それはハテナだわ。なんでだこれ。あいつ動いてねえぞー。おーいっす、やったー、2人でも勝てるぜ。野球しようぜー。ほら、来いよ。パス。よし。よし、パス。あはは。ふふふ。あはははは。ふふふ。楽しいね。ほら。あ、こいつ。逆らい始めた。ほら。超次元野球だ。ほら。おー、よいしょー。いいねー、よいしょー。あっ、よいしょー。よいしょー。敵いるな。お、やめてくださーい、哀れなんです。だから人いなくて。あ、やばい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 。あ、なんだてめえこの野郎。なんだてめえこの野郎は。まずはおはようございますだろ。挨拶はちゃんとしろ。おはようございます。そうだよな。今日何すんの、午後お出かけ。午後は健康診断に行ってきます。あー、えら、行ってきます。なので私今何も食べてないです。空腹です。ウケる。俺おにぎり2個食べた。いいだろう。え、ちなみにおにぎり何食べたの。何のおにぎり。うざ。もううざい。いやいやいや、もうこっから見えてる。もう見えてる。俺もう見えるもん。こっから未来が全部こっからだんだんなんかファミマのおにぎりの話題に持っていかれて、なんかマヨコーンの話になって、お寿司の話になって、またコーンの話になって。もう見えてる見えてる。今話のルートを無理やりこっちに持ってこようと軌道修正してるのが俺には手に取るように分かるぞ、ティブの館。違う。いや、だって普通に純粋だって、おにぎり何食べたって言ったら何食べたか気になるじゃん、だって。いや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 、そこ、いや、なんかニチャニチャしてた、今聞き方が。おにぎり何食べたの。ニチャニチャ言うな。このおにぎり食べてないのみたいな。いや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 、だってそうでしょ。あ、わからない人に説明すると、あの、ティブさんコーンのお寿司が好きで、で、今ファミマにね、コーンのお寿司のおにぎりが出てるらしくて。ちなみに2日連続行ったんですけど、売り切れてます。 なかった人気なのあれ。やっぱ夜だからかな。やっぱ朝一じゃダメなんじゃないですか。そんな、うん、やっぱ朝一で買ってこそだよな。だから俺はね、今日昼行くんですよ、買いに。いや、昼はさすがに売ってるやろ。なんでそんな統治法で買いに行くんだよ。今日行くんですよ、買いに。いやいや、大事なことだから2回言っちゃった。大事なことだから2回言ってないわ、土地ごとが。
そうそう、だから今日はねワクワクしながら健康診断の途中のファミマを楽しみに生きてます。よろしく。ああよろしく。うん、でもさ、X のポスト見た？ねえねえ。ああ、X のポスト。うん。そう、X のポスト合ってるよ。合ってる、合ってる、合ってる。X のポストでさ、あの、コーンマヨのさ、ポスト見ましたか？あ、いる。あれさ、紹介ポストにさ、あのさ、人気の、寿司屋で人気のって書いてあったの。うん。そう。だから、もう、いや、人気ってことじゃないですか。人気って書いてあったんですよ。ってことは人気ってことじゃないですか。くらえ。すごいバカがいたぞ今。え、人気って書いてってことは人気ってことなんですよ。そうだからもう日本全国にやっぱ人気ってことは伝わってるってことで、そういうことだろ。その話昨日もしたよ。プロモーションはそうやって書くんですよみんな。ええ、プロモーションはそうやって書く、書くんだよ。いやいやいや、だって人気じゃなかったとしたらさ、え、本当に人気なんですかっていうツッコミ、え、あの、なんだっけ、クレームがあるかもしれない。だってでしょ。でもそれに対してやっぱ、ね、めっちゃ正論みたいに語ってくんだからそこに人気って書くことによってもうね、やっぱある程度覚悟を持って書いたと思うんですよ。覚悟を持って書いたの、あれ書くのに。え、でも人気じゃなかったら人気って書かないしな。いやでも実際に調べたらこう人気だしな。いや人気って書こうってなって、うん、人気って加わったわけ。うん、そういうことだよ。テンション下がってきた。なんでなんでだよ。ほら、あそこに敵いるよ。ほら、やってきなさい、あんた。いいのか、突っ込んじゃうぞ。いや、突っ込んでいいよ、もう。いけー、レーザー。あ、なんかここだったわ、今日だったわ。上126、マットマギロー。ナイス。大丈夫？マメさんがやってくれてた。メメね。あ、メメさんがやってくれてた。お前間違えんなよ、村さんの。ごめんなさい。本当に謝って。すいませんでした。いやいや、俺に謝ってどうすんだ。急にちゃんとでごめんなさいはやばいから。ちょっとこういう時は有効の印のバッテリーさ。あ、もらってくれなかったみたいだ。変な人いる。ダメだった。俺知ってるよ、一番欲しいもんこれ。よ、ここに拡張エネルギーマガジンを発見しました。よいしょ。じゃあな、おずるいってそれ。俺のはぁ、あ、いらないこれ。いやしゃ、危ないっすよね、あの人ね。もう当たんないよ。当たんないの？えい、当たんない。はい、こっち。よいしょ、俺の勝ち。俺登れねえよ。なんか、なんでこのさっきからのこの、これなんなの？確かにずっとなんか焼けてるよな。これなんの音？火事だ、火事。焦げ臭いぞ、なんか。ほら。コメントコーナー。コメント失礼します。今持つ武器がマスティフ取り手なんですが、青バッグの時のおすすめのバッグの中身を教えてほしいです。こんな感じ。あくまで僕の好みです。僕はキャラによってはこのアルソクがグレネードになったり回復になったりすると思います。まあ半分気分。コメント。マクさんをボルトスコープつけない方が当たる人ですか？みんなは？いや、俺はボルトスコープつけた方がいいかな。1倍の H コックのやつが好きだけど、まあでも、なくても全然、そんな誤差よね。結構当てやすいよね。他にも俺、ランページとか、あとオルタネーターとか、あとウィングマンも好きかな。ここら辺は見やすいですよね。ちなみに一番嫌いなのは G7 です。何なんすかあれ。
メント。キノコ本当食べられないですよね。どうやったら食べられるんでしょうね、あの地球外生命体。あのまず顔のね、下らへんに口っていうのがついてんだけど、これをあの開いてパカーって、でそこにまずキノコ入れて、なんか上と下にね白色の歯ってやつがあるんですけど、まあ、これでこう挟んでを7秒ぐらいかな繰り返して、でその後それをその口の中の奥にね、喉っていうあの首の中にあるんだけど、まあそこにねこう押し込む感じ で、そしたらあとはあの消化してくれると思います。胃が。いつもコメント高評価くれる人ありがとうございます。普段 Twitch の方で配信してるので、ぜひ気になった人、概要欄からフォローをお願いいたします。それでは本編戻ります。はいじゃあ。ああ、いるみたいですね。もう止まんねえわ、この音。どうすか？標的に効果。わあ、そこですね。ほら、持ってきてこい。うわー、やばすんぎ。やりに行きませんか、ねえねえ。うん？あそこです。あっちだって、ほら、トラさんあっち行けって、ほら。あ、はい、わかりました。トラさんみたいに。あっちやる。いや、何ぞ。何ですか、その片言な、五七五みたいな。五七五ではねえだろ。おで、あっち、人いるよ。全然五七五じゃねえ。いや、二三二ぐらいか。兄さんに、いやそこやろに、やろに行こうぜ。生きるくね。うわ、おあんたか、おで、あっち行く。おで、あそこやる。待て、ほらいぞ。ナイス、終わった。敵どこで、ほんだよ。和光の真似したいけど、和光のなんかないかな。あなたの口癖は何ですか？え？死ねと地獄に落ちる。やば。教育に良くない。レッツゴー。それどこ行くの？まあ、行っちゃおうか。イエーイ。あ？何これ？あ、行こう行こう行こうぜ行こうぜ。俺後ろ撃たれてる。あ、なんか死んだこれ。いや、いるわ中に。ごめん。当てるよ、ナイス。めっちゃもう垂れてる。和光くん起きて。あ、終わんな。おーおーまたーあ、よくなっちゃった。最近さ、配信を親が見るんだけどさ、死ねはよくないんじゃないって普通に怒られるよな。それやそうだよ。本当に死んじゃったらどうすんの。